イエーイ、やりー。はい、今日の動画これから始めたいと思います。音今音ゴールデンウィークの4日目、今日は雨が降って水温も下がっちゃったですね、ちょっと全体的にタフってると言われてる状況の中で、今ちょっと、うちの、スタッフ篠くんがですね、はい、こんなうぐいパターンの、はい、ミドストになるの？ミドストですね。ミドストでちょっとやってますので、そんな動画を行ってみたいと思います。それではどうぞ。これ何ポイントはどこ？ポイントはやっぱ網島周りの、ああはは、やっぱ浅くなる部分、ここで島の周りが、この周り、はい、この周りにやっぱり魚が寄ってるみたいなので、そうですね、そうですね、もうあの岩にもう擦るぐらい寄せてくるイメージで、はあはあはあ、岩を通してくるともう当たりがガンガン出ますね。本当に、はい、こんな寒いのに。全然寒いんですけど、かなりやるやるみたいで、整備立ててシュッと追ってくるんで、うん、あそこ結構ね、ウグイが結構あの逃げたウグイがたまりやすい場所らしくって、そうなんですよ、そんなのもあって、投げたら何、そんな沈めないでそのままもう巻いてくるかな。はい、おお、おお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 お、沈めないでもうちょっと逃走直下を泳がしてくる感じで、ほうほうほう、ラストエース、ラストエース、おお、かなり丸飲みっすね。3ですね、がっつりですね、もう丸飲みっすね、ほぼやる気食いってやつですね、はい、やっと、なんでこれやらせじゃないですかね。もうかなり強くなった感じ。これミドストのコツみたいのあるの？ミドストのコツはこう、お、おおおお、コツを教える前に釣れちゃうな。コツを教える前に釣れちゃうな。すごい。これもばっくり。もうワーム見えないですよ。わお、おお、すごい。マイトが、はい。かなりやっぱ意識してますね。はい。来ていただけたら、もう釣れるコツをバッチリ教えさせていただくんで、もしよかったら来てください。はい。あ、これお待ちしてます。お待ちします。バイバイ。